はい、えー、皆様この暑い中ようこそお越しくださいましてありがとうございます私はあの16日間ほど主に関東の方に「えー、聖書メッセージ」の講演会でいろいろ巡っておりましたがある時非常に清々しい若者が面会に来てくださったんですでこの人はまだ30代半ばのドクターでした 小児科外来に勤めてらっしゃって主にお子さんの病気を見ておられるという方でクリスチャンドクターなんですよねである時彼が勤務している病院の診察室にお母さんに連れられた男の子が入ってきたんですがつい先ほどまで泣いてたんでしょうねもう涙目ででその診察室から出てくる子どもたちってね大抵泣いて出てくるんですよねもうギャン泣きして「いやいやいやとか痛いや」とか「痛い」とか だからこの部屋の中に入ったらひどい目に遭うんじゃないかというふうに思い込んでここに来ているので最初から敵対モードなんですよね。だけどまあ彼なりに一生懸命機嫌を取ろうと思ったのがですねあの後ろに持ってたこの人形をパッと出したんですね。でその人形がアンパンマンパマなんですでこうやって見せてね「あアンパンマンかっこいいねー」。 先生も子供の時アンパンマンで遊んだんだよアンパンマン強いよねアンパンマンすごいねって言ってねまあ何でも共感から入るっていうのは大事ですからねところがアンパンマンのことを褒めても全然乗ってこないひたすらこう睨んでるんですよねでそのお母さんが思い上まってね「先生すんませんこの子アンパンマンで先生を倒そうとしてるんですよ」ってね 実はねアンパンマン見てって言ってんじゃなくてね彼にとってこの先生はバイキンマンマなんです医者がバイキンマンしてどうすんねんというねことなんですけれどもまあそれを見ながらね「だからさん僕ね家内がクリスチャンでずっと教会に来てください聖書を読んでください小さな集まりがあるから来てくださいクリスマスのコンサートあるから来てくださいそんなもんいかん!」ということで。 ずっと断ってたんだけどその時のことを思い出しました。小児科の先生って子供にとって病気を治してくれる人ですよ。味方でしょ。敵じゃない。自分のしんどいところを治してくれる最強の味方なんですがしかし理解力が足らないと味方を敵対視してしまってま,まるで自分を苦しめる存在であるかのようにして睨みつけてしまうという。 僕は長い間順調な人生だったのでそんな宗教なんて変なものに絡んでしまったらどんなひどい目にあるかわからないキリスト聖書神俺に関係ないって敵対してましたでもそれは今思ったらあのアンパンマンを自分に向かって差し向けてくるあの少年と一緒でしたというふうにおっしゃってました皆さんいかがですか あななたにとっっててイエス・スキリストってどんな方ですか敵ですかそれとも全く関係のない方でしょうか聖書は「キリストは人となられた神神のまんまでも人を救うことできるんじゃないですか何でわざわざ人となったんでしょう?」。人の罪の問題を解決するためにはどうしても罪のない人になる必要があったからなんですね。 でこれからしばらく私は日曜日はマタイの福音書の中から、えー、ざっくりシリーズをしたいと考えておりましてこのイエス・キリストのこの行動とか言葉そのものを見るのがどんな例え話よりもイエスさんを知ってもらうのにいいんじゃないかなというふうに思ってるんですよ、ね、まあちょっと話変わりますけど2023年ですが2024年3月に卒業予定の大学生で。 まだ就職決まってない人がいるそうです僕の時には当たり前でした四年生になってから初めて就職活動しかも夏ぐらいから始めるんですよねだけど今もどん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 早くなって2024年3月卒業予定の大学生でいまだに内定が一社も決まってないというのはかなりやばいそうですところがある このイベント会社がね皆さんもよーく知ってる時々悪いニュースになる会社なんですけど、えー、そこの会社が、えー、就職活動を、えー、わざと時期ずらしてねやってるでそれにエントリーした方がこの間ちょっとあるところで記事読んだんですけれどもでエントリーしてもね面接も受けさせてくれないもう書類選考いろいろあるそうですが。 あのー、やっぱりね大学とかいろいろ男性女性とか今アメリカでね僕を、あのー、案内してくださったある交響楽団の演奏者はね、えー、間もなく70なんですけど現役なんです。アメリカではね65歳になったからやめなさいって退職勧告するのは差別です。年齢による差別ということで。 これはのトランプ大統領がサインしただけですけれどもえ年齢が理由で辞めさせるというのは許さんだから俺は大統領になるということでねトランプ強いわほんまに。でトランプにつきましてはねあの来月徹底的にやりますのでぜひあの天満橋バイブルクラブにですね、えー、そちらの方には来ていただいたらと思うんですがでねその OK もらった人たちだけが面接受けるんですけど企業の方もね 一人一人にずっとこの時間取ってられないということか集団面接5人とか6人とかアルバイト8人ぐらいグループにしてねでいろいろロールプレイングさしてでどれだけリーダーシップがあるのかとかどういうふうにこのグループをまとめていくのかとかそういうふうにねやるともうあの大学生たちが想定問答集で企業の ここの面接官が言うことも,ねもう予習してくるんですよねだからどの半で落ちたような同じ答えばっかりでね何が起こるかわからないこのロールプレイングのグループ面接でこの本領を発揮してもらおうということで,で彼女はですねもうすがるような思いでそこへ受けに行ったんですそしたら控室にですねもういろんな学生がもうねもう後がないという学生がね もうこれ逃したら絶対あかんねみたいな学生がいっぱいいてたんですがそこに一人ねスーパー就活生がおったそうです。こスーパー就活生って何かと言ったらねもう面接っていうのはね控え室から始まってるという認識も出して。でグループだから誰と組むかよくわかんないんだけど例えば「あっ初めまして!」私足立です。君なんていう名前山田です。あ 山田君そう、あどっこどこ〇〇大学,ですあ〇〇大学僕も受けた滑り止めで <laughs> あそこからここ受けるかお互い頑張ろうねっていうふうにねお互い頑張ろうねって言ってるけどねマウント取ってるんです上からお前には無理だよそれをね山田君だけじゃなくてね片っ端からこの とできそうかなというのをねこの控え室の段階で潰していくという潰しにかかっているやらしいわであもうこの人と一緒のグループだったら私終わりやこの人と一緒になりませんように思ってねその人と一緒になったそうです彼女は最悪やもんねそしていよいよグループ面接の面接会場に入った時にびっくりしたっつうんですよねなんとね 実はこの山田君っていうのはね学生じゃなくてね学生に見える30代の会社側の人間で <laughs> 面接官の前に出たらみんないいことしか言わないじゃないですか本当の学生の素の姿っていうのはね控室で初めて分かるということでなんと会社側が。 学生の中に会社側の人間を潜り込ませてね。そして暴くというか何というか本書を見て「足立君山田です」って「やらしいなこっちも」。まあそういうふうにしてね。でねある方は「キリストは神のままで」。 私たちのことをご存知なのにわざわざ人の世界の中に潜伏しに来たのは一体なぜかもうバートラン・ドらせるんでねもうねひどいこといっぱい書いてるのキリストというのはスパイかいやスパイじゃない人間のその姿を暴いてあけつらってバカにしてそんなことのためにわざわざ人となってこの世界に来られた方ではないんです キリストは私たたたたたちをを助けるめめにに来来ててくくだだささったんです罪人を救うために来てくださいました死におののいている者に対して死の解決を与えるために永遠の命を与えるために人生の虚無に悩んでいる者に何のために人間は作られたのかという最高に高貴な使命を持って作られているんだということを伝えるためにキリストはこの世界に来てくださったんです。 それをユダヤ人の観点で解き明かしている福音書がマタイによる福音書なんですが今まで私はですね「あの三条の遂訓というのを「災よになるかな」というのを5回か6回続けてやりましたので、えー、今日はですね、えー、この「八章九章」というところ九章というところをご一緒にまず見たいと思うんですね。おともとに聖書がある方で神の聖書を開けたい方はマタイの福音書の九章の一節。 あるいは前のスクリーンでタ谷の福音書の9章を写しますのでそれを見ていただいても結構です。9章の一節「新約聖書の15ページにあたります「イエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰られた」。 実はこのマタイの福音書の書き方というのは話は話として奇跡は奇跡としてそれぞれまとめて書いてあるようなところがありましてねこのマタイの福音書の5章6章7章というのはイエス・スキリストが交渉外の中で語られたメッセージを集めています。だから長いメッセージになっているんですけれどもいっぺんにそれ全部お話になったというよりキリストが折々に話されたのをマタイという人物が編集してまとめ上げた。 とと見るることができるんできんすそれと同じようにこの八章九章というのはどんな章かと言いますとねイエスという方がただの人間ではない紛れもなく神の力を持ちなのだということを明らかにするためにキリストはここで十個奇跡印不思議奇跡を行っていく行かれるんですよね。 そし九章の今日一つだけ奇跡を見たいと思います。七番目だったと思いますがイエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰られたこの自分の町というのはカペナウムという町です。このカペナウムにペテロの家がありました。ペテロというのは十二弟子の筆頭です。二節すると見よう人々が中部の人を床に寝かせたまま身元に運んできた。 イエスは彼らの信仰を見て中部の人に「来よよ。しっかりしなさい。あなたの罪は許された」と言われたここで「中部の人」という言葉が出てきますがこれギリシャ語ではね「半分がたわんでる」という意味だったと思うんですよね。右半身なのか左半身なのかこれ力が入らないつまりね 脳卒中例えば脳の血管が切れてしまった場合右半身か左半身が不随状態になりますよね。寝たきり状態半身不随状態そんな状態の人が板に載せられてそしてこれペテロの家なんです。ここでは詳しく書いてませんけれどもマルコデンというところを見ますとペテロの家にイエス・キリストがいて聖書のお話をされていたんです。 ところが入り口まで人がいっぱいだったので、入り口から入ることできなかった。そこでね。屋上に上がりまして、屋根剥がして上から人間吊るしたって言うんです。板,板,板のまま。これはあの難しいですよ。これ、ちょっと一人がバランス崩した。あ、あっと押してしまいますからね。これ丁寧に丁寧にやりながらま降、あ、ろしていったんですけど、その時にキリストが三つの言葉をおっしゃった。 この3つの言葉の中からキリストが私たちに伝えたいメッセージを考えたいと思うんですねイエスは彼らの信仰を見た病気じゃなくて信仰を見て「来よ」って言ったんですねこの「来よ」という言葉はテクノンという言葉なんですが「新約聖書に99回出てくるんですでこの「テクノン」という言葉は「生まれる」という動詞が名詞化したもので 生まれたばかりの赤ちゃんみたいな生まれたものよ僕はここを読んだ時ですねちょっと一つ思い出したことがあるんですねあの隣兵庫県ですよねこの兵庫県に芦屋という町があるじゃないですか、ね、ここは東芦区の芦屋でそれはないと思いますけど <laughs> まあ高級住宅街ですよね 方がいらっっしゃったんですねでこの方ね36歳の時に ALS という病気を宣告されるんです最近やけに物をよく落とすようになっておかしいなと思ってお医者さんに診てもらったら ALS というこの病気は難病でねでこれはあの知能とか感覚全く正常のままで神経だけが溶けていくんです。最後 呼吸する筋肉もなくなって、えー、自力では呼吸することできないんですが記憶力とか痛みとかあるいは感覚とか知的なことは全く正常のままです。衰えるに従って脳の機能も訳がわからなくなるというんじゃなくて全く健康体の人の感覚を正常のまま維持しながら肉体だけがどん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 動かなくなっていくという。 である人はねあの潜水服の中に入れられて深海の海底に一人置き去りにされた気持ちだというふうに書きましたね。私のの親友もこの病で亡くなったことがあるんですで彼はその病気を宣告された時に余命、えー、5年と言われるんですね。36歳の時に余命5年だから僕は40か41歳になったらもう死ぬかと。 その時お子さん3人いたんですこの子供たちが大人になって社会人としてどんなふうに活躍するのかというのを僕は見ることができないんかガクッときて、まあ、彼クリスチャンでしたけどねここんななととになるとは全く想定外そしてその時の彼の日記っていうのはとにかくね諦めることばっかりが続くんです。 歩くのを諦めた座るのを諦めたペンを持つのを諦めた今日はトイレを失敗した口にスプーンを持っていくことができなくなった車の運転もできなくなった皆さん毎日毎日毎日できなくなることが連続してずっと続いていったらどんな人でも落ち込みますよ。 彼はどん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 元気を失っていってああもうダメかその時に奥さんが出産したんです四4番目のお子さんでこの4番目のお子さんがねダウン症で生まれてきたんです男の子まあ奥さんはですね3人の子供の世話プラス生まれたての赤ちゃんプラス寝たきり状態のご主人の世話 よく持ったなと思うんですがでも本当に忙しくて忙しくて忙しくてである時とうとうね奥さんがね生後2ヶ月のこの赤ちゃんを抱いたままねバババババって走ってきてねでミルク飲ませてたんですけどちょっとあなた「もう私忙しい!」「一人で全部できないよ!」って言ってね「あなたがミルク飲ませてあげて!」って言ってね 彼の膝のの膝上に5000グラムの赤ちゃんんいたんですよでね彼はもうピン持てないんですよ。でちょちょちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってじゃなくって私もねやる仕事が山のようにやってあなたのことだけやってられないのこの子のことも十分見れないの面倒見てほしいっつってね膝の上に哺乳瓶を加えてる赤ちゃんを置いて。 とと行こうとするんで、僕にできるかって聞いたらできるわよ工夫次第で工夫してよ、えーで。もしその膝からゴロンって赤ちゃんが落ちてしまったらね彼は抱き上げることできないんです。で膝でバランス取りながら落とさないようにしながら。 どどどうしよううううううししううしよよよそうだ5分だけ5分だけ面倒見てみよう5分間ミルクをやってみようで5分だったら「もうダメだギブアップ」って言って家内を呼ぼうと思って時計とにらめっこするんですけどその5分が長くて長くてなかなか時間が進まないところが1分2分3分5分超えるぐらいからね 時計のことなんかすっかり忘れてしまうんですねと言いますのはこの赤ちゃんがねすやすやと眠り出したんです全体重をお父さんに預けながらすや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 眠ってるその寝息体温心臓の鼓動それを感じながら 存在の重みという言葉が胸をよぎったっていうんですよね。私たちは親切な言葉とか称賛されるような言葉とか何か褒められるような言葉とかポジティブな言葉というのはどういう人が受けるかといったらできる人でしょう。役に立つ人。飛び抜けた能力がある人。 ここの世界に価値を提供するるとができる人そういう人はちやほやされてあっちこっちで引っ張りだこでみんなから大切にされますがこの赤ちゃん何にもできないただ身を預けて息をしているだけでもその体温のぬくもりが伝わってくる時に。 自分自身に身を預けているこの強さや,や安心しきってこんな頼りない父親の自分に全幅の信頼を覚えて身を預けている赤ちゃんを見ながらねもう愛しくて愛しくて挨拶に折れないその瞬間に「そうだこの子に対して父である私が愛しい思いで見ているようにこの子を膝でバランス取っている私のことを 今父は我が子よ子よしっかりしなさい私もこの子のように何もできないでもこの子は何もできなくてもただ存在しているだけで私は愛おしくてたまんないじゃないかそれと同じようにこの私という人間をこの世界に存在させた方は 私のことを愛していていくださる私が何かできるからじゃない何か昔できたでしょうしかしできなくなっていったとしても神様の愛に撤回がない私の人生のでき不出来によって神様の愛は何ら影響を受けることがない神は私を愛してくださってるんだそれがね「来よ」っていう言葉の中にね全部含まれてます。 のでおそらく半身不の状態でねそしてイエスキリストのところに連れてこられたおそらく彼を連れて行った人たちは「病気を治れ!」というその言葉を待ってたんでしょうがその「病気を治れ!」の前に実は彼が内心一番言ってもらいたかった言葉病気が治るのはありがたいことですよ。だけど 何もできなくなった私に何の価値もないんじゃないかと思ったらそうではない。神はあなたを愛してらっしゃる。それと同じように今日この集会に来てくださった皆様お一人お一人は神に愛されています。皆さんご存知でしたかあなたに作り主がいるということ。皆さんは偶然に湧いてきたんじゃない。創造主によって作られたんです。 そして創造主は無意味なことはしません。あなたに生まれてきてもらいたいと思って、あなたを作ってくださった方が来よう。愛の対象として今日、聖書を通して皆様に語りかけておられるのが神です。2番目です。しっかりしなさい。 「しっかりしなさい」ってこれあの実はね「しっかりしなさい」と訳してくれてるんですけれども「しっかりしたなさい」でもいいんですけどねあのこれ勇敢ででありななさいといとう意味なんですこの同じ言葉がですねこのヨハネの福音書のところでは「あなた方はしかし勇敢でありなさい」「勇気を出しなさい」という言葉になってるんですよね。つまりね彼ね何かに覚えてここに来たんです。 皆さんはこうどうでしょう自分が勇気のある人だと思いますかもしね何かこの味方がいてるとかねあるいは将来に希望が待ってるとかそういうことだったら誰だって勇敢に生きることできると思うんですけど僕あのスポーツの世界の中でですね格闘技やる人ってほんま勇敢やなと思ってね僕大好きなんです実はえ僕小学校の時から極真カらテやりましたね で中学ででははクラブ活動は柔道部でしたねで近所に総合格闘技まだなかったんで並びに行かなかったんですけどほんまやったらやりたかったみたいなね、えー、でもあんなんリングの前に立つ時怖いやろなと思いますね。僕は先日あのあるボクサーの映画見たんですけど実は戦後間もない時にアメリカにハリー・ハフトというユダヤ人ボクサーがいたんです。 でこのボクサーはですね、どん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 勝っていくんですけどね勝ち続けていくと突然負け出すんです。でまた試合でもねものすごく有利に進めてるんだけれどもきれいなパンチがパーンと入った瞬間に弱くなるんです実にへんてこな八百長みたいな八百長じゃない本気で戦ってるんですけれども思いっきり有利になると突然弱くなるという変なボクサー。 で実はですね彼はねアウシュビッツ収容所の生き残りなんですで収容所時代にねナチスの将校たちが暇でしまでしらないそこで娯楽のためにねユダヤ人同士をリングに上げて戦わせるどちらかがノックダウンするまで殴り合いさせるんですある将校に「お前やれ」というふうに言われてそして お前にかかかかけけけててるるらら大金かけてるから負けんなよで彼は相手をノックアウトする相手もユダヤ人ですよ同じ囚人でそして相手はリングから降りてで彼の背後でバーンと音がしてパッと見たらね銃殺負けたら殺されるんですそのリングでね彼は勝ち続けてそして終戦迎えるんですけど そのリングで勝ち続けるということはどういうことかというとね、ユダヤ人を死に追いやり続けて生き残ったんです。ある時ね、収容所の中でたった一人だけ親友がいてるの。わずかのパンを分け合って、わずかなスープを分け合って、お互いに苦しい時に励まし合って、そのね、大の親友とね、戦わされるんです。 俺はこいつのことは殴れない俺これ絶対これ無理これできないできないって言ってねもうやらないそしたらその親友がね大いき殴ってくるんですよそして殴って殴って殴ってそしてクリンチになった時に頼もう俺を乗っかおうとしてくれ俺はナチスに殺されたくないあいつらユダヤ人殺した時に快感が走るんだろうあいつらを勝利した面させたくない俺は親友の手にかかって死んだ方がなんぼかましやと。 俺を殺してくれっつってね頼むっつってノックアウトしてもちろん生きてますよそれで、ね、ノックアウトしてる彼の頸動脈を膝で押さえつけてね心に至らしめてその時にねユダヤ教の死者の祈りとなるんです彼はじゃあ悪い思い出しかないそのボクシングなんで アメリカに渡った後でそれやったかといったらね彼にはもう好きで好きで好きでたまらない恋人がいたんですね。でその恋人が生き別れ状態でで戦後ねヨーロッパにいたユダヤ人たちはもうヨーロッパが信用できないって,ってねほとんどのユダヤ人たちはアメリカに渡ったんです移民の国自由の国に渡ろうということでそれで。 八方手を尽くして恋人のことを探し回るんですけれどもなかなか見つからないそこで彼は有名人になって新聞にバンバン載るようになったらきっと恋人が自分のことを見つけてくれるんじゃないかそれでね今まで黙ってたんですけどいよいよ次期チャンピオンと言われてる人物がいましてねその人物と試合をするとなればこれは人々の注目を浴びるだからこのチャンピオンと試合させてくれって言うんですけど。 次期チャンピオンはこれうまみないじゃないですかこの人に勝ったからといってね別にメリットないのでずーっと付きまとっていた新聞記者に自分のアウシュベツ時代の過去をしゃべるんですそしたらもうえらいことになってアメリカのユ,ユダヤ人のコミュニティの中でね「お前俺たちの同胞を裏切ってお前生きてきたのか」っつってねユダヤ人でアメリカに 移民に行った人たち助け合わなきゃならないこのユダヤ人の共同体の中で完全に孤立してねだけどその新聞記事を見てこんな悪いやつは俺が成敗してやるということで次期チャンピオンのその人物が試合を植えてくれるんです自分の過去をさらしてもね愛する恋人と再会したいと思ってで彼はその試合に臨むんですけど 悪癖でるんですねこのね綺麗なパンチ入るとねアウシュビッツ時代に同胞のユダヤ人を叩きのめした時の記憶が出てくる叩き伸ばされた人がそのまま銃殺ですよ結局彼はそれでまともな試合ちゃんとできずにむちゃくちゃにやられて終わってしまうんですがこの彼の生き延びるためにしてきたことがねずっ と大引くんですやがて彼は結婚して子供も与えられるんですけどねこの人に無心労者になってしまうんです。なんででアウシュビッツで神は我々を助けてくれなかったんだっつってねこの息子が13歳の時にバルミツバの祈りっていうのを一生懸命覚えてるんですけど息子に言うんです「そんな無駄や」「神なんかない!」「そんな大したもんじゃない!」「無駄だ!」 でもお母さんは経験のお母さんでね、いや無駄なことじゃないから、覚えなさいって言ってやるんですが、この息子はね、お父さんと仲良しになりたいんですね。あの時々ね、あの親って子供のことを無条件で愛するって言うじゃないですか。僕ね、幼い子供ってね、無条件で親を愛するようなところないかなと思うんですよ。 なんか私から見たら「何この親」みたいなその親に対してね「でもお父さん強いんだ」とか「偉いんだ」とか殴られててもね「僕が悪い子だからこんなふうになったんです」みたいに言って親のこと一生懸命かばう子供がなんと多いことかだけどねどんなに懐こうとしてもお父さんねこの息子に自分の過去言わないだから親と子の間に壁があるんですね いつも気難しくて怒ってて口を開けば命令したくないボクシングさせられて花火がドカーンと上がると爆撃を思い出してうわーっと叫び出すもうかつての罪の記憶死ねかしてしまったことの記憶がよみがえってきて今自分が幸せになることを禁じるんですね誰が自分の両親が。 あんなひどいことをして生きてきた私は幸せになる資格はもうないという。いや、罪ってね、人を不幸にします。いっそのこと、良心というものが全くない人間の方が、罪人であったとしても平気でノ、ーノーと生きれるんじゃないですかね。人間には良心があります。良い心、良心。これが人間を苦しめますね。 でもね、最後に最後の最後の最後でね息子がねお父さんは僕のこと嫌ってる僕はお父さんの思ってるような息子にはなれないお父さんは僕のこと憎んでるんだよそんなことないって言ってねお母さんに言われてでね息子に全部言うんですその言われた息子が大きくなってそれを本にするんですでその本が今度映画になる なんで言えなかったかといったら本当のことを話したらもう父親として尊敬してくれなくなるんじゃないかそんなひどい過去がある人を自分は親と思いたくないというふうに言われたら怖い自分の本当の姿を見せることによって大事なものを失ってしまうのではないかという恐れもあったと思います。 ところでこの人ねこの脳卒中になってここに連れてこられるまでの間に何年かかっててかつてどんな人生があってどういう戦いきさつでこうなってしまったのかということを一切書いてない一切書いてないんですが皆さん神様という方はね私たちの人生の全部をご存知なんです。イエスは初対面の人間を見てこの人が。 今目の前に立つまでの間どんな人生を歩んできたのか全部ご存知です全部ご存知の上でその人に一番必要な言葉勇敢であるためにどうしたらいいでしょう彼を怯えさせている罪の問題を解決すること以外にないんですねそこでおっしゃったんですあなたの罪は許された こののあななたの罪という言葉でですす。ね、複数形なんですつまりねあなたのたくさんの罪今まであなたの両親を苦しめてきている今あなたの心を許来しているあのことそのことこのこと昔やってしまったあのことあなたのその全部の罪は許された。そのように言ってくださったんですね。 3節すると立法学者たちが何人かそこにいて心の中で「この人は神を冒涜している」と言った、えー、ちょっと専門的になるんですけどね実は皆さん旧約聖書の中で「レビキ」というのがあるんですね。えー、あんまりおすすめしないんですね。えー、おすすめして挫折さされれるる方が多いいんじゃないかとと思うのででも一度は通読されることを やっぱりおすすめしたいと思いますがこのレビキの4章と5章には「そして彼の罪は許される」という言葉が7回出てくるんです。ここのののレビ章章と5章をこの立法学者たちは暗記してますではレビキの4章5章には何が書いてあるかと言いますとね「罪のいけにえ」に関する記述の章が4章と5章なんです。 そして彼の罪は許される。そしてというのは前の文章を受けてなんです。じゃあ前の文章に何て書いてあるかと言ったら、動物が生贄として殺されたら、その儀式の上に、そして彼は許されるって書いてあるんです。誰が誰を許すんですか生贄を受け入れた神が罪を犯した人間を許すというんですね。つまりね、 「あなたの罪は許された」というのは「レビ記の4章と5章で神が7回言っている言葉ですよ。「レビ記の中で神が言った発言内容と同じ言葉をイエスがここで言ったんです。いや神しか口にしたらあかん言葉「ええ何よあんた!」ということですよ。それで「この人は神を冒涜していると言った。 四節、イエスは彼らの思いを知って言われたなぜ心の中で悪いことを考えているのかあなたの罪は許されたというのと起きて歩けというのとどちらが優しいか皆さんどちらが優しいですかあなたの罪を許されたというのと起きて歩けというのとど,どちらが優しいですか皆さんにとって。 これ,これ言うだけやったらねどちらも一緒,一緒ですよねあなたの罪は許されたと言ったときに本当に許されたかどうか目で見えませんよねでも起きて歩けと言って歩けなかったらその言葉は力がなかったということが立証されますよね言ったことがそのままなるかどうか起きて歩けと言って本当に起きたらその人の言葉には力があるんですどちらが優しいか 罪は許されたという方が優しいでしょう。立証できませんから。そこで難しい方を私はやってのけます。6節しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために。まあそういった時にカチンと来たと思いますよ。この立法学者と言われてる人たちはね、エルサレムから来たんです。イエスが本物のメシアなのかどうか調査するために来てるんですが。 ここでイエスはご自分のことをこう言ったんです。人の子が。この人の子っていうのは、旧約聖書によると、メシアの称号、別名なんです。つまり、人の子がとイエス・キリストが名乗ることによって、私はメシアなんだ。私が旧約聖書に予言されていたメシアその人だということを主張してるわけですね。 そして神しか言ってはならないことを言う権利が権威が自分にあると言って人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るためにそう言ってそれから中部の人に「起きて寝床を担ぎ家に帰りなさい」と言われたすると彼は起き上がり家に帰った言っただけで言葉をかけただけで イエスが言った言葉の通りに一体何十年寝たきり状態だったのか分かりませんが彼はすくっと立ち上がったんですねそしてその場を出て行った出て行きながらねイエスの言葉の力強さこの方が起きて歩けといえば起きて歩けるということはこの方が来よう勇気を出しなさい あなたの罪は許されてるとおっしゃった時にその許しも実質のある本当の許しなのだということを体で感じながら帰ったんじゃないですか。しかもね多くの人はこの中分の男の人が一番望んでるのは病気が治ることやと思ってたんですよ。だけどイエス・スキリストは一番最初に 罪の許ししをを与えてから病気を治したんですねつまりね彼が本当に心の底で望んでいたことはね体が良くなること以上に私の人生を今まで苦しめてきたあの罪が許されること自分の心の一番深いところに内緒にしている問題を全部見抜いた上で今この場でこれを言ってほしいという言葉をいきなりドンピシャで。 語るることがお出来になる方それがイエススキリストという方ですあの大阪にですね大阪学院大学っていう大学がありますよね昔ここの陸上部を出てねオリンピックで金メダル取った選手いますよ高橋尚子さんねキュ Q ちゃん Q ちゃんってね えー、大学で陸上部走ってる時にはそんなにねあのすごい選手じゃなかったんですけど大学卒業してからある監督と出会ってバゲる小出監督ですよ小出監督でいつもお酒飲んでた人や Q ちゃんはですねシドニーオリンピック金メダルでしょしかも世界記録でこれ、ね、日本り陸上界 オリンピックで金メダルって64年ぶり女子陸上界では初めてぶっちぎりでで、もうサングラス持ってねこれで絶対勝てるとこの小出監督思ったんでね「Q ちゃん行け!」言った瞬間にサングラスバーッ捨てて捨てたというかお,お父さん見えたそうですでそのお父さんに向かってバーッ投げてねサングラスそのままぶっちぎって金メダル取るんですけど ゴールのところに監督いなかったんですなんで言ったらねこの走り方見てね勝ったと思ったんでねそのまま飲みに行ってですね <laughs> 酔っ払ってね行けなかったといういや愛すべき男ですよ。ねでねこの人ねあのどうやって強くしたかと言ったらねコーチトレーニングなんです で普通コーチトレーニングっていうのは標高1 6 0 0ルのところでアップダウンアップダウンアップダウンで心肺機能を鍛える酸素濃度の低いところで標高1 6 0 0ルのところでずっと走らせるんですが小出監督ね3 5 0 0ルでやったんですほぼ富士山ですよ僕この話した時陸上やってた人がね「えー!」って驚いてました今日は誰も陸上やってる人いないから。 みたいなそれでみたいな 3,500m そこで彼はこの合宿所ねでアメリカの、えー、このコロラド州にねボルダーというところがあるその 3,500m のところに合宿場を彼は買うんですけどもね「九ちゃんも絶対に金メダルを取らせるんだ」言うて。 でこの合宿所を買うために、彼ね、自分の日本の自宅、預金通帳、資材、全部担保に出て、9000万円で買ってるん,んですで、それ以外に、食費やらなんやら、スポンサーゼロですよ。全部自分のね、財産をこの選手に投じてん。 それで3 5 0 0ルでずーっと走らせるんですけどさすがに苦しい僕もね3 9 0 0ルのところを、ね、車で一気に上がったことあるんです。ハワイのナオマケ屋さんというところでねゆっくり歩いていたんじゃなくて急に上がったもんだからもう苦しい苦しいでそこにね「スバルというあの日本のねあの 天文観察所があるんですよこの「ルのレンズってね富士山の上に置いたバレーボールがハワイから見えるというそういうやつですよ。ところがね私「スバルどころじゃなくて「クックッッ何してもんねって「もうその時ねあのポンプのない金魚鉢であえいでる金魚の気持ちがねよう分かりました。もう 苦しくて,苦しくてそれゃあれが火星だあれが土星だ」全体貿易をねこう積んでやるんですけどもうう火星とかで降りたい行き過ぎたいもうね車にね殺虫剤置いてたんですけどそれねあの酸素ボンベに見えてくるこれ,これやったら死んでしまうからこれでそんなところ走るんですよ毎日2 7キロ 殺人的なトレーニングですよね 4,000m だったら私そこでもやりたいというふうに小池監督は言ってたみたいですけどそれでねさすがの高橋尚子選手がねもうね言わねえ吐くんですよ。はあ、もう私もじゃないか無理じゃないかと。その時に小池監督が「いやいけるけぐちゃんいけるよ!」って言って、ね、<laughs> 苦しんでる時の顔が笑顔に見えるから!」とか言ってぶ,ぶちゃくちゃな論理でですね「いける!」とか言って。 でその時ね、自分の内側見たらとてもじゃないけどいけると思えないけど小出監督がいけると言ってるんだったらいけるなぜかと言ったら小出監督ね口だけでいけるって言ってるんじゃなくて9,000万円の資材投じてるってことなんですよ。ディップサービスだけで「大丈夫大丈夫」って言ってるんじゃなくて絶対いけるから自分の財産全部差し出してね 銀行にに担保に入れて、てそして私にかけてる。私たちねあの自分に価値があるということを確信するためにね「あなたには価値があるよ」という言葉だけで確信できますかそうじゃなくて行動を伴った何らかの犠牲を見て初めて「 そこまでやってくれるんですかということでその人の言葉を信じるんじゃないですか言葉だけでは届かないでもその言葉に裏付けがあって行動で示された時に初めてそうなんだ私は愛されてるんだイエス・キリストはあなたの罪は許されたと言った時にその罪の許しの根拠となる生贄が死ぬという部分を ご自分のの行動でで表すんですんこの後全く罪のない方が十字架にかかって私たちの罪の身代わりとなって生贄にになってくださった私のために死んでくださった方墓に葬られた方そして3日目によみがえってくださった方この行動において立証したんです神様の愛を救いを。 声をしっかりしなさい。あなたのたくさんの罪は許されている。そのたくさんの罪を背負って、あなたの代わりに罪を帳消しにするために、私が贖いのために十字架にかかりに行くという覚悟があったので、言うことがおできになった言葉です。いかがでしょうか。この方はあなたの救い主です。 彼が軽やかな気持ちでイエスの言葉を身に帯びて立ち上がって新しい人生を歩んだようにぜひ神の子供とされるその人生の中に入っていただきたいと思います。ぜひイエススキリストを受け入れてください。い心からお勧めいたします。